オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは。平野綾です。千原みのりです。後藤優子です。はい、今回私たち3人が歌っていますテレビアニメ鈴宮春日の憂鬱のエンディングテーマ、ハレハレ愉快がなんとチャート5位にランクインしました。この鈴宮春日の憂鬱という作品は、鈴宮春日という女の子が主人公なんですけれども、彼女はですね、ちょっと変わり者でして、宇宙人とか未来人とか異世界人とか超能力者ととにかく遊びたいという、普通の人間には全く興味がないという女の子で、その女の子に学園の中がこう振り回されていくっていうお話なんですけれども、でも実は春日の近くにはもうすでに未来人がいたりとか宇宙人がいたりとかっていう、学園 SF 面白ストーリーです。はい、はい、私がその鈴宮春日を演じているんですけれども、春日はあの SOS 団という団を自分で作ってしまいまして、しかも自分がその団長になって、この SOS 団を引っ張っていくっていう感じで、すごくあの元気なハイテンションな可愛い女の子です。はい、そして私は寡黙な宇宙人長門ゆき役を演じています。ゆきちゃんはですね、ほとんど無口であんまり言葉を喋らないので、とにかく演技をするときは感情を押し殺して淡々と喋ることに注意をして演じていて大変です。はい、大変です。私の演じる朝比奈みくるは、実は未来人なんですけれども、大して能力があるわけではなく、本当に未来からやってきちゃったよってだけで、あとは春日に SOS さんに巻き込まれてオロオロあたふたついていく感じの正統派の女の子です。そんなわけで、この私たち3人が歌う鈴宮春日のエンディングテーマなんですが、このハレハレ愉快、もうとてももうこの傍若無人元気な春日らしく、明るく、かつどこまでも前向きな歌で、も落ち込んだ時さらに元気になりたい時とか、ぜひ聴いてほしいと思っています。はい、それとあのこのエンディング映像なんですが、はい、この私たち演じる3人のキャラプラス2人の男性キャラがもう曲に合わせて華麗に踊っていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、これからもですね、挿入歌手そしてキャラクターソングがどんどん発売されていきますので、そちらの方もチェックしてください。